アブディリザクハジフセインは、ソマリアの外交官、政治家。1964年6月14日から1967年7月15日まで、ソマリアの首相を務めた。1975年から1980年初頭まで、ソマリアの国連大使も務めた。ソマリア建国当時の与党ソマリ青年同盟の事務局長でもあり、主導的な役割を果たした。で、 娘二人と息子一人がいた。なお、ソマリ族の慣例通り、ハジフセインは生ではなく、ハジは父の名、フセインは祖父の名である。アブディリザクは1924年、ソマリア中部、ムドゥグ州のガルカイヨで生まれた。氏族はダロットンのハルティ氏族のマジェルテン。アブディリザクの父、ハジフセインや都はイスラーム教の権威であり。 アブディリザクは父からコーランを学んだ。その後はほぼ独学でイタリア語と英語を習得した。1942年から1949年までアブディリザクはイギリス軍管理局で通訳などをした。イタリア新宅等治療ソマリアでも事務員を務めた。1944年にソマリ青年同盟に加盟。1950年政治犯として6ヶ月間投獄された。 1954年に行われた、ソマリア初の地方選挙で地元ガルカンヨの評議員となった。1955年6月、アブディリザクワシルを代表して国連に派遣され、独立嘆願書を提出した。数ヶ月後、党の事務局長に選ばれ、1959年には、ヌガル県代表の国会議員となった。この期間、高等法経済研究所の学長も務め、 後に、大学学長となった。1960年、ソマリアが独立すると、ウスマン大統領、シェルマルケ首相の下で1962年まで内務長官を務めた。さらに1962年から1964年まで公共事業通信長官を務めた。アブディリザクが属する政党ソマリー青年同盟は、1963年11月の、 全国自治体選挙で74%の議席を獲得。さらに1964年3月のソマリア独立後初の議会選挙でも123議席中69議席と過半数を占めた。残りの54議席は小政党に分散していたため圧倒的な第一党となった。ウスマン大統領はシェルマルケ首相に変えてアブディリザクを首相に指名した。 ところで、ソマリ族は、氏族を重視する民族である。必然的に、異なる、氏族同士は対立しがちであり、ソマリ族が大きな組織を作る場合には、氏族のバランスが重要となる。氏族は細かく分かれているが、大きくは、ハウィエ、イサック、ダロットが三大氏族であり、それに加えて、ラハンウェイン、ディル、その他少数氏族がある。ソマリ族の多くは遊牧民のため、 それぞれの氏族にはっきりとした定住地域は決まっていないが、ソマリア国内に限定すれば、イサックとダロットが概ね北部に住み、ハウィエとラハンウェインが南部に住む傾向がある。新生ソマリア共和国で重要な役割は、大統領、首相、国会議長であったので、この三色は氏族を分けるのが好ましいと考えられていた。ウスマン大統領はハィエ族の出身であり、 シェルマルケ前首相はダロット氏族、前国会議長のカリブはイサック氏族の出身だったので、この時はバランスが取れていた。新国会で選出されたオブシエ議長は前議長と同じイサック氏族だった。しかしアブギリザクはウスマン大統領と同じダロット氏族だったので、これはバランスを変えた人事となってしまった。しかもアブギリザク首相は能力重視で組閣したため、 前内閣からの留任長官は二人にとどまり、ほぼ総入れ替えとなった。ソマリア北部のポストも二人から五人に増え、その分だけ南部のポストが減り、氏族のバランスが変化した。一方で政策の対立もあった。政府は内政の充実を重視していたが、議会の多数派は国内外のソマリ族を統合する構想、いわゆる大ソマリア主義の実現を重視した。実は、 ソマリア共和国は、ソマリ族居住地域の一部に過ぎず、隣国のエチオピア、英領ケニア、フランス領アファルイッサなどに広く分布していた。ソマリア共和国は、大国の思惑によって、ソマリ族居住地域から部分的に切り取られた風でも、あったため、これら地域を統合した真のソマリア国を、建設すべきだという主張が大ソマリア主義であった。特に隣国エチオピアのオガデンは、 ソマリア独立前にソマリアに組み込もうという構想もあった。内閣の閣僚は議会の承認を受ける必要があった。シルの48名は内閣を承認したが、前述のような背景があったため、シルの33名と野党からシルに合流した17名の合計50名が反対し、アブギリザク内閣は二票差で否認された。ウスマン大統領は投票結果を無視し、再び、 アブディリザクを首相に指名した。ウスマン大統領とアブディリザクは反対派4名を本囲させ、さらに野党から閣僚3名を加え、与党から1名を外すことにより、賛成多数で承認させることに成功した。1967年にソマリア大統領選があり、ウスマン大統領とシェルマルケ前首相の争いとなった。ウスマン大統領は内政。 シェルマルケ前首相は大ソマリア主義を公約として、結局シェルマルケが当選した。シェルマルケ大統領は首相にイサック氏族のイブラヒムエガルを指名し、アブディリザクは首相を退職した。1969年、シェルマルケ大統領は暗殺され、間もなく陸軍巡将でナロート族のバーレンがクーデターを起こして大統領に就いた。アブディリザクは政治犯となり、 1969年から1973年4月まで投獄された。1974年、アブディリザークは国連大使に任命され、1979年まで務めた。バーレ大統領は1977年にエチオピアに侵攻し、いわゆるオガデン戦争が始まった。これは1988年に失敗に終わった。1990年、 バーレ大統領は、ハビィエ族の ID 土将軍率いる軍閥に,に追放され、ソマリアは内戦状態となった。アブディリザクは内戦中に何度か小規模な争いを仲裁している。2000年、欧米諸国の協力で内戦終結を目的としたソマリア暫定国民政府が建てられた。2001年5月6日、暫定国民政府はアブディリザクを主犯とした。 国家和解財産解決委員会を設立したが、暫定国民政府外で有力だった。国家和解財産解決委員会とプントランドの反対にあい、2001年7月25日にアブディリザクは辞任した。暫定国民政府は実力を伴わないまま2004年に終結し、暫定国民政府と SRRC のメンバー同士が和解して、ソマリア暫定連邦政府となった。 暫定連邦政府は2012年に欧米も認める連邦共和国に移行した。アブディリザクは2014年1月31日、肺炎のため1週間入院した後、アメリカ合衆国ミネソタ州ミネアポリスで死去した。2014年2月5日、アブディリザクの遺体は一旦トルコのイスタンブールに運ばれた。ソマリアに国家総裁委員会が設けられ、2月7日に、 ソマリアの首都モガギ首の墓地に埋葬された。埋葬場所は、初代大統領アデンアブドラウスマンの隣だった。2月7日から3日間、ソマリア政府に反旗が掲げられた。早々式典には、ソマリアの大統領、首相、国会議長が出席した。ありがとうございます。